おいっす、こんにちは、メルです。今回はダイヤのテンプレ編成を紹介していこうかなと思います。で、初注意なんですけども、まずはそのダイヤを自分の側のリーダーに置くとどうしても5、6番面になっちゃって欠損がっていう問題が生じてしまうので、今回はダイヤを使ったテンプレ編成というふうに捉えてもらったり、フレンド側にダイヤを置きます。その辺は、裏マロの動画とかも見てもらったらわかるかなと思うんですけど、ちょっとねリーダーチェンジしたいです。76で使わないんだったら別に何と組み合わせてもいいかなと思うんですけども、神タイプであればちょっと今回は76仕様でなるべく強くっていうことで、そういう風に自分側はダイヤ使ってないのでご了承くださいということで、性能をまずダイヤざっくり見ときましょう。でダイヤなんですけども、18ターン変身で封印耐性指プラスチーム HP 強化2つガードブレイク10コン7コン7コンです。10コン7コン7コン持ってて攻撃力が4000とかぐらいなので、無効貫通潜在とかつけてあげたら結構火力出せるかなと思います。無効貫通もさせていけるかなと。で、スキルが強いですよね。5ターンで1ターンのあれダメージ無効貫通して受けるダメージを、半減と。この辺が強いのと、リーダースキルも神タイプの全パラ2倍の3色以上で、ダメージを軽減して、攻撃力は11倍。で、固定500万ダメージの操作時間5秒延長です。この軽減が確か 30% だったよね。で、エミア・シローとかと組み合わせると、リーダーチェンジしているトイトプスとか、あの辺の400パワー割合とかもギリギリ耐えれたりできるので、その辺強くなったかなと。で、3色で良くなったので、比較的欠損は起きづらい多色リーダーにはなってきているので、その辺は、ダイヤとして、リーダーこっちダイヤで、フレンドもダイヤとかその辺で置いても、欠損はしづらくなったんじゃないかなというのが優秀かなと思います。今回のテンプレ編成はこちらになります。ドンと。はい、ということでこんな感じですね。ちょっと編成難易度は、全ギミックを対応しようとするとどうしても高くなっちゃうかなっていうことで、初手で今回エミア白ライダーを使ってます。これにリーダーチェンジすることによって強いかなということで、別にエミア白じゃなくてもいいです。例えばミアーダとかあの辺も強いかなと思いますし、他にも多色リーダーで神タイプであれば噛み合うかなと思います。無理やりキャプテンアメリカにするのもなしではないかな。あいつバランスタイプだけだよね、確か。キャプテンアメリカがバランスタイプだけなので、ただ多色リーダーとしては、こっちは全属性全パラ上げてくれるんで悪くはないかなとは思っております。その辺と組み合わせてもいいかなとは思っております。はい、ということで、この編成なんですけども、まずエミア・シロー、ボンタですね。で、ギルガメッシュスキブにして聴覚性上にデッドプールをつけて操作副耐性なので、別に操作副が来ないところだったらこれは必要ないですね。ギルガメッシュはね欲しいね、欲しいかなって思いますね。で、セレススキブプラスにして上に一本刀です。これは溜まってもいいように多色で一本刀がすごく相性が良かったので、覚醒無効とか解除できるの。他にねあんまりいいのいないんですよ、スキブ武器で。なおかつ覚醒無効解除、スキブ武器にこだわらなければ何でもあるかなと思う。ファスカーの武器とかでもいいかなとは思います。セレスが結構強くてですね、回復エルジとかも意外と役に立ったりするのと、結構入手難易度は低いので持ってる方多いんじゃないでしょうか。で、アキネ、除学生は毒耐性の上にスパイダーマンですね。一応属性吸収ダメージ吸収対策で入れております。で、アキネもねあった方が便利。このキャラクターはもう半減スキル持ってるのと、やっぱ前職人のスキルチャージ2つ持ちで活かしながらすぐ溜まるのでいいかなと思います。で、バステト、また欲しいですね、バステト。上にシェリングフォードつけてます。これは遅延対策ですね。23個ぐらいかな、スキブが。で、遅延で2、もう3ターンぐらい稼いで、リーダーチェンジとダイヤの変身をしていくよっていう感じですね。で、ダイヤが無効貫通潜在を振って上にアキネの装備をつけております。無効貫通ということで、この上ダイヤの武器にして裏マローとかは攻略したんですけども、それはエンハンスが欲しかったからっていうのでダイヤ武器にしましたが、で、火力を出せるので無効貫通潜在をつけてあげると、無効貫通組まなくても多少の弱い敵とかすっごい硬い敵はちょっと無理だけど、それはアキネとか打たないといけないんですけど、そういうのじゃなければ大丈夫かなと。基本的にはダイヤとエミア・シローが火力を出してギルガメッシュで足りないところは補ってエンハンスでかけていくっていう感じですね。で、本来はエミア・シローライダーも無効貫通潜在にしたいところなんですけども、そうすると多分ね遅延を食らってしまったら初手でリーダーチェンできないんで、初手遅延来ないダンジョンだったらエミア・シローのところも無効貫通潜在にすると7コン7コン10コンで攻撃力もバカ高いので、その辺も火力出していけるかなとは思いますということで、少しでも参考にしてもらったらいいかなと思います。これエミア・シローライダーじゃないとダメなわけでもないので、ちょっとでも参考にしてみてください。で、裏魔の攻略用の編成もほぼ一緒なので、特に見せる必要はないかなと思います。もう編成のキャラは全く一緒ですね。ギルガメッシュで入ってリーダーチェンジしてっていう感じなので、ちょっと小学生も一緒かな、
あ、超覚醒が若干ギルガメシュが10個も強化になってたり、火力ソースで体力キラー振ってたりとか、まあその辺は違いますけど、気になる方はねツイッターの方を遡っていただければ見れますので、まあそちらの方もよかったら参考にしてみてくださいということで、最後おすすめサブ紹介して終わりにしようと思います。はい、ということで神タイプ縛りですね。あんまり多くのキャラがいませんでした、そんなすごいおすすめできそうなのが。いきます。まずアキネ、このキャラクターは変身とかリアチェーンをするんだったら欲しいかなと。多色のサブにはスキブ6持ちの耐性毒暗闇お邪魔のいずれかをプラスで全て対策できます。でスキルチャージも生かして追撃もあったり L 字も持ってて、で前職人とダメージ半減ダメージ交換数2ターンやるので本当に優秀なキャラクターです。もし持ってる方は最優先的に入ってきた方がいいんじゃないかな。でギルガメッシュ強くなりました。毒耐性プラス持ってたりとか、あとはこれね、ダブル吸収無効非一列は作りますけども、まあその辺の非生成はそんなに多分支障ないので、その辺を許せる方だったら特にまあ入れてあげてもいいんじゃないか。ちなみに超覚醒ちょっとこっちで確認しようと思うんですけども、ギルガメッシュの超覚醒はスキブプラスがありますね。なのでスキブ4つ持ちにできたり、操作負荷耐性かコンボ強化か、まあ、火力も意外と無効貫通組んであげたら出そうな感じにはなってるかなと思います。毒耐性プラス持ってるんで本当に偉いと思う。だから優秀なキャラですね。最短12ターンですね。はい、次ホルスです。ホルスはまあ上スキルなんかシェリングフォードとか、まあそういう遅延とかヘイストとかの武器をつけてスキブもっと持ってあげたらいいかなと思います。ロック解除と操作延長ギミックの対応ができますね。で覚醒無効とかの解除するキャラがいないよって人はグレモリーとかもおすすめかなと思います。火と回復を3個ずつ生成して、まあ、欠損の恐れがややあるんですけども、他のスキルは優秀なので、で一応スキブ4つ持ちお邪魔耐性プラス持ちでスキルターンもそんなに重くないので、まあまあ使いやすいキャラなんじゃないかなとは思っております。で、頂点セッシーバーは毒耐性とスキブ4つとダメージ激減があるので、あとは、まあ、ガードブレイク基本的に入れていけるとは思うんで、多色なんで、まあ、そんな相手の防御激減は使わないかもしれないけど、優秀なキャラクターですね。で夏休みプレーナーです。スキブ4つと耐性暗闇かお邪魔を 100% にできますよと。で L 字も持ってていいかなと。本人火力はちょっと見込めないですけども、スキルターン優秀なんでいいかなと思います。チュンリーよりも重たいです。頂点聖ヤマタのオルチはもうスキブ要因ですね。一応10根強化あるけど、まあ 2way で頑張れなくはないかなっていう感じだね。まあ遅延薬だよ。で封じはダメージ吸収無効対策ですね。スキブが2度まりなんでその辺注意が必要になるかな。で空間も芝と同じように、ただ芝で合ってるね名前、うん、芝と同じような、役割ですけども、スキブ5個持ってるのと暗闇耐性 100% っていうところが違うかなと。で悪魔タイプに対しては結構火力は差していけるっていう感じですね。でティオレです。木枠ですね。木枠スキブ最高4つ、まあもしくは暗闇毒耐性枠で無効貫通は多分組まないので、10個も強化を生かした悪魔キラー特化になるかなと思います。うん、でスキル内容が強いので、木と光属性エンハンスと消せないドロップと覚醒無効状態を全回復です。バインドが回復できないので、その辺は注意が必要かなと思います。で今回も採用している超転生セレスです。このキャラは強いですね。スキブ4つと、暗闇耐性にもできたりします。でこの木のコンボ強化が生かしきれないのがちょっともったいないなっていう風に裏マロ攻略でも言ったんですけども、スキル内容が強いので6ターンでこれ変身キャラじゃないのに6ターンでマネズコと同じぐらい回復できますよということで、結構スキル内容ネズコに似てるけどね。で回復エルジもあるので、ここで意外と 5% 軽減、これがね意外と役に立ったりしますんで、よかったら使ってみてください。で頂点セスサノーはスキブ4つと暗闇耐性とこれねダメージ 60% 軽減を11ターン3ターン行いますよということで、うん、無効貫通が活かせないのがもったいないけど、まあ7コンボ強化とかにしてあげたら結構火力出るんじゃないかな。で、ラードラ、まあ、スキブ枠かなーって思いますね。火力最近はコンボ強化3つだとちょっと寂しくなってきたかな。スキブ4つ持ちにして2ターンヘイストを活かして、まあ、操作時間対策と、まあ、5秒延長も強いかなと思いますし、うん、本当にスキブ要因っていう感じ。アテンはスキブがないんですが、もし入れてあげることができるのであれば、この前職陣も打てるのと無効貫通洗剤振ってあげてキラーでゴリ押すことができるかなと思います。でプリシラスキブ4つと、あとはまあこれもティオレと同じような感じの覚醒なんですけども、であとは7ターンでダメージ激減と火と光属性のエンハンスです。ダイヤが光エンハンスかかるので、まあその辺優秀なんじゃないかなっていう感じですね。
で、転生の銀鳥です。スキブ4つとドクター性を埋めれたり。で、4色で倍率が出るんですが、それはダイヤに限った編成なので、今回みたいにエミア・シロライダーと組み合わせてしまうと、エミア・シロ5色全部必要になってくるので、その辺は相性合わないんで注意してください。アメリカと合わせたりとか、ミヤーダも確か、ここが4色で、倍率が出るので、この辺と組み合わせるのであれば、使えるよって思ってもらったらいいかなと思います。で、さっきちょっと見せたミヤーダです。毒耐性とスキルターンが3ターンで短いので、リーダーチェンジしやすいかなと思います。で、ガンホーコラボのキャラクターですね。もし持ってるよって人は、こっちと合わせてもらってもいいかなと思います。エミア・シロと違って、4色で倍率が出るので、その辺は使いやすいかなと。欠損が起こりづらい。で、頂点正通るスキブ5。まあ、ヘイスト込みのスキブ6。で、エンハンスもダイヤにかかるのでいいかなと思います。え、頂点正インドラ、毒耐性スキブ4つと、あとは激減要因ですね。で、平子真治、お邪魔耐性プラス。で、スキブは3つですが、この覚醒無効状態とかを回復できるのにいいかなと。悪魔タイプエンハンスがちょっとかかりづらいかも。で、頂点性カンナもスキブ要因と、あとエンハンスですね。4ターンの間、神タイプエンハンス2倍かかるので、まあこの辺強いかなと思います。で、雷神も火力ソースにはなれるかなと思います。ダイヤと同じ光属性っていうのがいいかなと思うのと、2ベイ組んであげた時の火力は強いですし、5ターンで闇属性半減か、しながらの全職人なので、結構短いスキルで全職人打っていけるのは優秀かなと思ってます。で、ギルガメッシュは76リーダーチェーンするときのリーダー要因と、スキルチャージを活かして、このエンハンス、神タイプ5倍。これがめちゃくちゃ強いです。貝結びは追撃は必要ないか、今回は。追撃は必要ないので、まあ、回復力を取り戻すようになってくるかな。スキブがちょっと少ないんですが、7コン、7コン、10コンあるけど、攻撃力が少ないから、ちょっと微妙だね。まあ、悪くはないんだけど、ちょっとスキブ問題で、どうなんだろうっていう。入れることができれば、まあ、回復力取り戻す要因としては強いかなと思っております。で、サブに入れてもリーダーとしても強いです。この子は7コン、10コン、7コンっていうことで。で、全職人と激減なので、強い攻撃を受けるのに、本当に裏マローとかそういう、ちょっと難しいねっていうダンジョン行くときは、エミア・シロと合わせた方が耐久性能上がって強いんじゃないかなと。で、オルチは遅延枠ね。で、濃姫も銀鳥と同じような感じなので、4色しか作らないので、ミアダとかと組み合わせるときは使えるかなと思っております。で、サーバントライダーは76リーダーチェーンでギルガメッシュないよとかいう人はこっちで入ってもいいかなと思っております。遅延できるんでね。まあ、リーダーチェーンされた時とかいいんじゃないでしょうか。で、カーリーはキサネドロップ状態解除と全職人です。スキブ最高6だったかな。6持ちにできるのでスキブも稼げていいんじゃないかな。で、ハロウィンのドルガーですね。確定枠だったかな。7コン7コン、神タイプに特化したキャラですけども、まあ、ガードブレイク持ってるのと、木枠埋めれたりするのと、あとはまあ10ターンで、全職人か。ちょっと重たいけど、5ターンの間 HP30% 回復っていうスキルがついてます。まあ、そんなにすごい強いわけじゃないんですけどね。バステトは持ってたら入れてください。もう、スキル強すぎです。で、こっちのガイムスイもスキブ要因と、メタトロンの転生も神タイプでスキブ要因です。このキャラは前の、誰だったっけ、あと、桜の編成の時も紹介したかなと思いますけど。はい、まあそんな感じですね。神タイプ縛りっていうのがあるので、ちょっとキャラが少なくはなっちゃうんですけども、もしも、組めそうだなっていう人は、組んでみたらいいかなと思います。ダイヤをこっちで置いて6号盤面で使うのは、降臨とかそういう場面だったら強いかなと思いますけど、欠損すると、まあでもダイヤが3色で出せるようになったんかな、確か。ダイヤが3色で出せるようになった。気がするので、まあ、この辺が強いかなとは思いますけども、まあだから欠損は比較的起きづらくはなったのかな。一応ダイヤダイヤでもいいかなとは思いますけども、まあその辺はちょっとボックスと相談して自分が組めそうな編成で使ってみたらいいかなと思います。はい、ということで今回はダイヤのテンプレ編成の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。